エス、サボ、これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。頂上戦争から2年、世界情勢は大きく変化していた。海軍本部元帥千石が職を辞し、新たに赤犬が元帥に就任。それに先立ち、赤犬と決闘し敗れた青木地は海軍を去った。また白ひげの死により空席となった四校の一席には、白ひげの能力を手に入れた黒ひげが収まり、日に日に勢力を増している。かつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは、今や最悪の世代と恐れられ、すでに新世界で名を挙げているものもある。一方、頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味は、ルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいた。ルフィ自身もレイリーの教えにより覇気を習得し、大きく成長を遂げ、約束の地シャボンディ諸島で一味は再会の時を迎えようとしていた。それでは行きましょう。どこに行けばいいんだ。交流するか。ああ、合流して3号へ誘導しろっていうことね。 OKOKOK、行きましょう。イコロビンの目撃情報があるか。しかし少しに探せ。どこに。とりあえずこいつは、ウソップ発見。どこいる。ちょっと待って、まずリーダーを潰しておきましょう。ウソップがそっちか。俺も昔のままじゃねえ。どこ。隊長がいるのね。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。トゲの敵とかが結構いるな。諦めてくれ。あら、久しぶりね。ロビンもいた。増援を呼ばれる前に、はい、倒したっしょ。みんなで着きましょう。ストップ行って。あ、失敗。珍しい生き物だな。俺たちの船でペットにしてやるぜ。俺はペットじゃねえぞ。なんでこんな追いかけてくるんだよ。任せろ。下にロビンとウソップが合流してるんだね。元気だったか。で、ここにチョッパーがいる。海軍が辺りを警戒してるみてえだ。気づかれる前にみんなを探そうぜ。さあ、仲間が集まったらすぐに執行できるように。サニーゴルの周りを安全にしといた方がいいな。任せろ。チョッパーとフランキー。俺は先にサニー号へ向かうからな。ああ、まだあと3人か。あ、いたいた。倒してみましょう。部屋は俺たち、あの麦わらのルフィの仲間なんだぜ。私たち偽物がいるみたい。騒ぎを起こされる。倒した。海軍がやってこい。どこ。お、あ、あっちか。カロソロカンコック来てくれたのか。助かった。いた。そなたとの関わりを知られてはとも思うたが、いてもたってもやりつ。二人での共同作業。
これはもう結婚。ほら。ありがとう。けど結婚はしねえ。よっ。あと1体があっちに遠いな。お前ロボじゃん。男たちだ。夢と感動を乗せて抜き出したあいつの名はアーマード。それスナミオッケー。もうみんなサニー号に集まってるの？このくらいにしとこうかしら。そろそろサニー号へ向かわないとね。で、ブルックとか、あ、なんか あっちなんかいっぱいいるな。あそこがブルックか。ちょっと待って。キャプテンを先倒していきたいな。そうだ。オッケー。でこっちか。たくさんの機能があるんだ。メカゴビにメカってついたぞ。発見。これで準備は万端だぜ。でこっちか。よしタモさん、よし。で本物のレディーが生息してる。どこだサンジ。 I need レディー。遠い。待ってて、コナミさん。ロビン、チュワン。全員揃ったようだな。いける。サニー号に乗り込め。まだか、やっぱり。あだだ。いいよいいよ。重ねえぞ麦わらの一味。ワイは麦わらを追う。倒していこう。お前らは全員港へ向かって出航を阻止しろ。障害を排除する。障害を排除する。終わり。どっかい。障害を排除する。あの兵器、こっちを目指して。もう一体来てるな。さっさと大将を倒さねえと船を出せねえな。よし倒した。待て、そっちに戦闘丸が行ってるっしょ。いる。ほんじゃな、お前とはまたどっかで会いそうな気がする。ベイリー、2年間本当にいろいろありがとう。早く行け。ベイリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあベイリー行ってくる。ああ、頂点まで行ってこい。ロジャー、どこの誰だお前は。ロジャー、全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。
出航か、ナミ。ええ、どうぞ、船長。ほんじゃ、野郎ども、2年間も俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。出航。